ポスト米英時代、空き家が7分の1もあって、需要激減も予測されているのに、さらに作り続け、それでも高い家賃が維持されているのは異常で、他産業には見られないことである。投稿者ポスト米英時代日時2014年8月12日22時間52分35秒、空き家が7分の1もあって、需要激減も予測されているのに、さらに作り続け、それでも高い家賃が維持されているのは異常で、他産業には見られないことである。洋服で言えば、バーゲンで畑売りしなければならないレベルであり、スーパーで言えば半額セールの時間であり、葬儀屋で言えば棺桶の発注を控えるところであり、キャバクラで言えば、キャバ嬢を大量解雇する局面だな。単価を家やマンションに合わせて例えるなら、造船も航空機も、電車も需給調整を当然するところにもかかわらず、積み上がった空き家にホームレスやネット難民を住まわせるでもなく、敷金や礼金を廃止するでもなく、以前のダイヤや原油のように、高値安定を強引に維持しようとしているのは不自然で、やはり連中のしのぎだからとしか考えられないということである。しかしそれも限界で、投資目的の分譲もガラガラで賃貸も当然ガラガラで、年功賃金は連中が破壊するわ、給料に回すべきは株主のために内部留保に回すわで、これで掛け棚生命保険を担保に家を買い、リストラされたら首くくれとか、三食抜きにしてバイト代をワンルーム代に積み込んではいかがでしょうかとか、いくら口八丁手八丁でお客さんを気分よく騙すのが得意な私でも、命がけで買いませんかとか、死んだ気になって借りてみてはどうかというご提案ですなどと言えるはずもなく、これから貸し話の頃に採用された銀行マンみたいに、不動産屋の営業マンが静かに辞めていくか、ご身売りの勧誘みたいに家買えやこらーとか、ここに反抗して借りてくれやーと、ヤクザみたいになるかのどちらかで、なにわ賃貸道という漫画が私の大好きな週刊エロトピアに連載され、中井くんが主演でドラマ化され、2番煎じの鎮沢直樹が高視聴率を叩き出すのも時間の問題である。少し真面目なことを書くと、ようやく郊外の行政が、定年世代とファミリー世代のお見合いに乗り出したようだな。その取り組みは評価するが、空き家対策としては焼け石に水滴のような取り組みで、昔と意味が違うが、家賃が半額のセカンドハウスという、セカンドカーみたいなことをしなければ、おっつかない数字である。私の上司世代が汗水流し、部長の理不尽な叱責に耐え、通勤電車と、思春期の子供に田舎なんか出せ、と文句を言われながら建てたマイホームを、悟り世代が月2万円で一人で借りるのが当たり前ぐらいにならないと解決しない問題である。子供の部屋のテレビや、軽自動車みたいなものを、連中に騙されて高く買わされたというオチである。ポスト米英時代、大垣、星稜の大逆転劇は、中路の戦い方に通ずるものである。大きな流れも小さな流れも、身近な流れも掃除するようである。投稿者ポスト米英時代日時2014年8月13日14時間39分45秒、大垣、星稜の大逆転劇は、中路の戦い方に通ずるものである。大きな流れも小さな流れも、身近な流れも掃除するようである。私も実は仕事でと言いたいところだな。そうではなくて町内会でだな。奇跡の大逆転劇を味わっていて、気分は選手というより、実は負けを覚悟した監督のような心境にあり、今更まぐれとは言えず、周りの者に最初からこうなると見通していたのだと大ボラを吹いて、カリスマ性を高めて遊んでいるところだな。米英付随の飼い主によるデマの大攻勢にじっくりと反撃する中路のリズムと、高校球児のリズムは同じようで、近所の波動詐欺師とは一線を画したが、何か宇宙のリズムというのは確かにあって、所詮は人間に過ぎない回収ユダヤのサルジエを物見込む、大きな歴史の流れの中に、まな板の上に乗って漂っているのが今の日本の姿のようである。昨日の大垣の試合は偶然見ていただけで、私の父のように、負けた方と一緒に涙を流す趣味は私にはないのだな。嫌な性格で、大垣の球児たちが何点取られたら心が折れるのか、一回の裏に三者凡退したら折れるのか見ていたら、なかなか折れないので、お盆なのに出勤というサボる動機満々というか、窓際の机が処分されないように監視しに来ただけだな。そんな感じなので、最後まで見てしまったわけだな。選手もまだら模様で、こいつは諦めてる、彼は開き直っている、こいつは肝が据わっているとかグランドよりも、パンツの中を覗き込むようにベンチを見ているのが興味深かったな。一番面白かったのは、絶対に一度は諦めた監督の表情の変化が最高で、ナウでヤングな若者のパッションに、じいちゃんも引きずられたといった感じである。意地悪はそれくらいにして、どうせやるならば、勝てる目処がなくても勝つと腹に決めて、勝つ前提で戦い、あとは野となれ山となれでよく、中途半端な奴に限って負ける理由を論理的に分析するのが得意で、どんどんその方向に自分をマインドコントロールしてしまうバカがいるな。負けるために努力することほどアホらしいことはなく、何事も勝つとか達成するという前提で努力することが大事で、負けた時はその時に考えればよいのである。そうすると、大抵のことは達成できるものであり、仕事は失敗した時の対策も考えておかねばダメだな。それも保険程度に考えておくべきもので、負けたらどうしようとか、負けても大丈夫とか余計な神経は使わぬことである。勝つつもりで努力すれば、勝っても負けても、その後に次の道を神様が用意してくれているもので、誤解を恐れずに言えば、勝つことより、勝つために努力することが本当の目的ということである。そんなわけで、中路もじわじわと形勢を逆転していくから、局地的な劣勢や一時的な劣勢を見て判断せず、8回の裏ぐらいに連中に追いつき追い越すから、安心して応援することである。野球以上にバイクのことは知らないが、未明のバイクレースも、競輪の先導みたいにトップが最後まで丁寧に2位以下を抑えていて、最後の直線で楽勝に振り切ると思ったら、2位が競馬みたいに刺したな。これも2位がコーナリング勝負を捨てて、可能性は低いが最後の直線で勝負すると腹を決めていたからできたことで、偶然ではなく、
ボルトが100メートルのゴールの最後で力を抜くのに似た瞬間を、トップが必ず見せると踏んで、そこにかけた2位の戦術勝ちである。日本はまな板の上で、海州ユダヤと偽日本人が劣勢に立たされる一瞬を見逃さず、かまぼこのように、板にへばりつけられた足を踏み出す準備をしながら情勢を見極めることである。なせばなるし、なさねば当然ならぬということである。ピンとこないが、歴史の節目と胸の谷間にあるおっぱいをわしづかみできるかどうかは、我々の覚悟次第である。ポスト米英時代、戦争番組の限界は、楽屋裏を絶対に取材しないことで、それさえすればいつも同じ連中が仕込みをしていることが簡単にわかるのである。投稿者ポスト米英時代日時2014年8月13日23時間16分2秒、戦争番組の限界は、楽屋裏を絶対に取材しないことで、それさえすればいつも同じ連中が仕込みをしていることが簡単にわかるのである。今日も N スペが、新たな戦場フィルムが発見されたとワンパターンでやっているが、そんな啓蒙もどきをしたところで戦争詐欺はなくならず、コンビニに一時よく置かれていた儲けのからくりみたいな迫り方をしなければ、やはり騙すゴミと言われてしまうのである。それと、もうあの感情を揺さぶる BGM はやめるべきで、あれを聞くと米国の検閲を、優等生で通過したマインドコントロール番組だわなとすぐバレてしまうのである。何度も書いてきたから省略で書くが、古今東西のすべての戦争は、海州ユダヤが企画し、その手先の傀儡政権が台本を用意されて演じているだけで、民族紛争も宗教紛争も経済問題も、全く関係なく起こされているのである。毎年終戦記念日が近くなると、戦争の悲惨さを忘れないようにしようねというソフトな洗脳番組が流されてきたが、もう半世紀が過ぎて久しいのだから、戦争詐欺のからくりを見抜いて連中の先回りして阻止しようねという番組構成にしなければダメである。今やワンピース世代は、無修正が当たり前で、黒塗りとかビニ本とか、何その面倒くさいエロ本はというところから入り、別にがついてみなくてもよくね、つうか女ってそんな全裸の天使みたいのいるかつうのと、おっぱいを含めて女性を冷静に分析しているが、それと同じでパンチややスケスケみたいな戦争番組を流したところで、過労死現場の苦労物語みたいな番組作っても、ポンプアップ充電の原因を解明しなければ意味なくねと考えるのと同じで、ワンピースみたいに戦争詐欺のからくりを流してくれやーというのが本音で、プロジェクト X やプロフェッショナルみたいな、ああいい番組見たみたいな構成やめてくれないかなと思ってしらけているわけである。プロデューサーが数人、痴漢で逮捕されたり左遷されたりと、命がけの番組を、この時期ぐらい作ってみろと言いたいスケベ親父の主張である。大垣日大坂口監督、涙が出ちゃった。2014年8月12日、日刊スポーツ、大垣日大坂口監督、涙が出ちゃった。全国高校野球選手権、コロン、大垣日大12対10藤代、12日1回戦、大垣日大、かっこ、岐阜が甲子園史上最大タイの8点差を逆転して2回戦進出を決めた。ベテラン坂口慶三監督、かっこ70は涙が吹き出るくらい感激しておりますとインタビューで話した。1回表に8失点。それでも選手にはまだ1回だから、四球を選べば2、3点取れる。うち急がないように球数を投げさせようと話したという。1回裏に4点を返し4点差としたが5回表にツーランを浴び再び6点差。この2点で勝負あったかな、と。でも5回が終わってグラウンド整備をしている間にこのままでは岐阜に帰れないよと子供たちには言いました。すると6回に1点を返し4点差。7回には3点を奪って1点差。そして8回、無視1、3塁から内野ゴロの間に同点とすると、5番の崎のツーランでついに逆転した。その瞬間の気持ちを問われ、1回戦なのに涙が出ちゃってさ、テレビに映ったら恥ずかしいと思ってすぐに吹きました、と興奮気味に振り返っていた。